大切な友人の大切な日でした。タレントとして活躍している菊池亜美さんが13日、自身のインスタグラムを更新しました。投稿では、大切な友人の大切な日でした、今までで一番綺麗だった朝日のウェディング姿と綴り、共にアイドリングのメンバーとして活動していたタレント朝日奈央さんの結婚式に参列したことを報告。続けて、太陽のように明るくて周りを笑顔にさせる天才、長い付き合いになりますが、一緒にグループで活動し始めた16年前から何一つ変わらない、ずっと謙虚で愛くるしい人、素敵な2人を見て幸せすぎて爆泣きしましたしょう。今後も仕事は楽しく、プライベートはもっと楽しんでね、ビッグラビーと朝日奈央さんへの思いを綴っています。コメント欄には、亜美さんも素敵な笑顔ですね、幸せ伝わるお写真ありがとうございます、素敵な友情にも包まれた結婚式ですね、などのメッセージが集まっています。22年8月に一般男性との結婚を報告していた朝日奈央さん、2年越しとなる結婚式が開催され注目を集めています。